できなくなっちゃう理由は、ね、公共の日でできなくなっちゃう理由は、この感情連絡図のうちのこの問題、例えば問1さんだって、この問1はどこが問われてるのかなっていうのを意識しないでやるとわけわかんないんですよ。全然ちんぷんかんぷんです、ね、逆に言うと、あ、この問1は材料を商品のこと聞かれてるんだなというのが瞬時に分かるようになった瞬間に余裕でバーンと全部出ます。こうですね。